もしも、逃げなかったならば。病弱な体、子供の頃から生死をさまよっては、家に伝わる秘薬を飲み続けた日常。必要なこともろくにできない、ただの役立たずだと。家族に疎まれ時代に歪んでた心。希望なんてどこにもなかった。ただ生き続けるだけの日々。15歳の時と一つにくまげた縁談の話。相手は他国の落ちぶれた貴族の娘。お互いの意志などまるで虫のただい笑顔のために、自分が道具だと改めて理解をした。他のように太った少女、それが彼女との出会いだった。彼女もやはり一人ぼっちで少女時代を過ごしたそうだ。母は亡くなり、父は心を病んで家は没落した。いつか世界中を旅したい、それが彼女の夢だという。二人で行くのも悪くないなと思った。客人を招いて開かれた婚約のためのパーティー。そこで彼女の心の闇を知ることになった。出されたように横突きのようにむさぼり食らう彼女。残したが怒られるつぶやいていた言葉。泣き母から受けてた虐待。婚約は破談になった。時が経ったとき耳に届いた彼女に関する噂。ゲテモノを食らう悪事き娘になったと。顔を変えて恋夫を装い彼女に雇われた。そこにいたのは見違えるほど美しくなった女。禁じられた悪魔との契約。彼女はもう人でなくなっていた。異常な料理作り続ける日々を思わず口をついて出た言葉。そろそろ暇をもらえませんか。失望する彼女。わかっている自分はいつだって逃げてばかりの負け犬だと。またこうして彼女から逃げようとしてる。あのパーティーの日に君を受け入れることができたら、君を救うこともできたかもしれない。今に手放せぬ薬金の粉末入りの小瓶、決意と共に握りしめた。子供の細から飲み続けてきた秘伝の薬。扱いを間違えば毒にもなる薬。たまには共に食事をしましょう。そう彼女を誘い、二人分のスープどちらにも毒を入れた。二人で行くのも悪くないだろう。さあこれが僕らの最後の晩餐だ。今の僕は食卓に並べられた料理の一つ。彼女に毒は効かなかった。死んだのは僕だけ。意識を失う直前、彼女はぽつりとこう言ったんだ。あなたはまた逃げたのよ、私を置いて。君のための料理になって、僕は君の胃の中へと。そして僕は君の血と
となりにくくなる。